皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それではWBO のランキングが、本日ですね更新されましたね。そこで今自分が一番注目してる階級なんですけど、フェザー級戦線ですね。これ来年、もしかしたら井上尚弥選手がこのまま行くとフェザー級に行くのでは。そしてフェザー級の選手たちも数多く井上尚弥選手との対戦に興味を示してる。というか、井上とやりたいと言ってるんですよ。井上選手とやれば、数億円入りますよね。そこでみんな対戦したいと言ってる。現段階で、フェザー級の選手で井上尚弥選手と戦いたいと言っているのが、まず WBC 暫定チャンピオンのブランドン・フィゲロアですね。ネリーを倒したブランドン・フィゲロアが、井上尚弥選手と戦うのが夢だと言ってますね。そして WBO の、チャンピオン、ラファエル・エスピノザも、井上尚弥選手と戦いたいと言ってるんですよ。井上尚弥選手と戦えるなら、スーパーバンタム級に落としてもいいとも言ってるんですよね。そこで、まあ、先日新チャンピオンとなったレイモンド・フォードは、当然井上尚弥選手との戦いについて聞かれたのですが、まあ、体重が落とせるかわからない。私はフェザー級には長くいられないんだと答えましたね。なので、まあ、こういうことから井上尚弥選手がスーパーバンタム級からこのまま無敗で、フェザー級に行くとなれば、いきなりもうタイトルマッチありえますね。俺、誰とやるか楽しみですよね。ちょっとフェザー級戦線ね、フェザー級に乗り込む姿見たいですよね。そしてそのフェザー級戦線なんですけど、昨日 WBO ランキングが更新され、皆さんがね、興味深い選手、スティーブン・フルトン選手。フルトンも井上尚弥選手と戦ってから、まだ試合をしてません。そこで、フルトンが今、1年ぐらい試合してないんですけど、なかなかランキングが落ちない。そして、フルトンは、昨日、リングに戻ると発信しましたね。これは何か試合が決まった可能性が高いですよね。そこで、フルトン次、誰とやるかっていうとこなんですけど、一部、海外の、ボクシングマニアの方が、フルトンは次はレイモンド・フォードと戦うと発信している人もいたんですよ。ちょっとこの辺はわからないんですけど、現在フェザー級では、まず WBA なんですよね。WBA が今チャンピオンがレイモンド・フォードですよね。そして1位がクイです。そして2位にフルトンがいるんですよ。なので、これ、挑戦者決定戦でフルトンと、このミルコ・キュエロ、ありえますよね。もしくはレイモンド・フォードといきなり、まあ、選択、まあ、指名選手がいないんで、レイモンド・フォードがフルトンを選べば、なので、レイモンド・フォード対フルトンっていうのも、あるんですよね。なぜフルトンはね、まあ、しばらく1年ぐらい試合をしてないのに、このランキングにいるのか。ちょっと不思議ですよね。これは何か戦う意思を示したのでしょうか。まずこの WBA、まあ、何にせよ、フルトンは、今ランキングのトップにいますよね。ここ、どうなるか。もしくはですよ、WBO なんですよ、面白いのが。WBO が、チャンピオンがラファエル・エスピノザ。エスピノザなんですけど、次戦が大体決まってるんですよ。もう試合合意はしてあるんですよね。あとはもう、最終決定待ちなんですけど、この、ラファエル・エスピノザが戦うのが次2位にいる、セルジオ・サンチェスなんですよ。これメキシコの選手で2位にいるんですけど、そんなに強くないですよ。これちょっとエスピノザはいいとこ、まあ勝てる相手を選んだんでしょうね。これ2位にいるんですけど、全くエスピノザの敵ではないんですよね。まずここがほぼ決まってます。そして1位のアーノルド・ヘガイは IBF の方で挑戦者決定戦をやるので、正直言って今1位が空位になってる状態と言ってもいいでしょう。そして2位のセルジオ・サンチェスは次タイトルマッチやるんで、となるとランキングのトップはこれ、3位にいる、ロベシー・ラミレスなんですよ。そして4位のフルトンですよね。これ、だからロベシー・ラミレスとフルトンの対戦はあり得るんですよ。挑戦者決定戦として、これ両者が合意すれば、挑戦者決定戦可能なんですよ。フルトンは確か、PBC ですよね、プロモーターが。まあ、PBC といえど、まあ、フルトンはそんなに重要な試合でなければ、普
通にトップラン工業で戦うことも可能なんですよね。今までそういう例はたくさんあるんですよ。PBC とトップランクは相性悪いとは言われてるんですが、まあ、そこまでビッグイベントでもなければ、全然トップランクの試合で、できるんですよね。なのでこれロベイシー・ラミレスとフルトンで、この挑戦者決定戦、これが一番見たくないですか？まあ、どちらもね、日本で戦っている選手なんで、皆さん、もうね、わかりますよね。これ日本でメインでビッグイベントも打てますよね。このラミレスとフルトンってなったら。いや、これ、どうでしょうか？フルトンの次戦気になりますね。WBO で戦うのか、WBA で戦うのか。何にせよね、まずは格下の選手と復帰第一戦としてやるのか、こうやってトップ戦線でいきなり戦うのかっていうところですよね。この辺、注目ですよね。IBF の方は、レラとドラミニとアーノルド・ヘガイ。これいつやるんですかね。そして、亀田智樹選手はどこに来るのかっていうと、いうのも、あ、これ気になりますね。亀田智樹選手どこを狙うのか。アベレイヤ選手は現在 IBF の8位ですね。次戦も気になるところですよね。そして WBO が一気に更新されたので、ちょっと変化あるところを見ていきましょうか。まずスーパーフライ級ですね。スーパーフライ級は田中康生選手がチャンピオンにいます。前回の試合が決定戦だったので、次戦は一応決まり通りならば、指名戦ですよね。そして WBO のランキング1位にいるのが KJ カタラハですよね。だから KJ カタラハと田中康生選手これやるのではないでしょうか。田中康生選手は当初いきなり統一戦とも言われていたんですが、まあ、井岡選手とフェルナンド・マルチネスが、統一戦を行うので、田中康生選手はおそらく、次。まあ、防衛戦ですよね。多分、KJ カタラハになるのではないでしょうか。そして、バンタム級なんですけど、バンタム級は、比嘉大吾選手が3位にいますね。ただね、これ WBO のバンタム級は、武井良樹選手、やっぱり5位まで上がりましたね。10位だったんですけど。武井良樹選手とジェイソン・モロニーが、5月6日東京ドームで戦いますね。そして、おそらく、この WBO の次の、挑戦者は、レイマート・ガブリエルでほぼ決まりなんですよ。レイマート・ガブリエルは本来、ジェイソン・モロニーとタイトルマッチ、やるとか言われていたんですけど、モロニーが、まあ、武井良樹選手と戦います。そこで、まあ、これ交渉があったんですよね、何らかの。次は絶対やるという約束があったのでじゃないでしょうか、レイマート・ガブリオとは。そこで次はレイマート・ガブリオ、まあ、このモロニーと武井良樹選手の、まあ、勝者と次は戦うのが決まってるんじゃないかなと思います。そしてその次ですよね、これ挑戦者決定戦じゃないですか。あ、このデイビッド・キュエラーと比嘉大吾選手でもしかしたら次の挑戦者決定戦ありえそうですね。この4位のクリスチャン・メディーナって中谷選手と戦った選手ですよね。なるほど。この、比嘉大吾対デビッド・キュエラー、これがあるかもしれないですね。比嘉大吾選手にとって、ここを狙うのが、最短かもしれないですね。もしくは、比嘉大吾選手、WBA で、狙っていくのか。はい、このあたり、楽しみですね。どうなるか。そして、バンタム級は、ロマゴンも、はい、試合決まりましたね。バンタム級、ロマゴンの1戦目は、多分、格下の選手だと思うんですけど、ロマゴンもどこに来るのでしょうか。ロマゴン、まあ、バンタム級一戦目はね、なんでもない選手でやるんで勝つとは思うんですよ。ロマゴンはもう引退も公言してるんで、最後にバンタム級を取って引退するとも言ってるんで、バンタム級はちょっと厳しいと思うんですよね。どうなるでしょうか。ということでね、フェザー級が今ね、自分の中で一番楽しみな階級です。フルトンの次戦気になりますね。そして、ロベイシー・ラミレスは、どうなるのか。ロベイシー・ラミレスはエスピノザとの再戦が噂されていたのですが、エスピノザが、まあ、ロベイシー・ラミレスを無視して相手を決めてしまった。なので、ロベイシー・ラミレス、これフルトンとなったら最高ですね。はい、ということで、また続報入り次第こちらの方で放送していきますので、皆さんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。